はい、どうもロスキーです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。みんなでバトルのマッチングをしています。しばらくお待ちください。美術は無限大。どういう美術になるのかな、これ。ゴー！うわー！あ、すげえ！すごい！これはすごいな。なんで俺だけやられねえんだ話になってくるけど。イージー。タイムアタック一発ネタ。投げて、これもうマジイージーやな、これ。ダイレクトゴール来ます！やべえ！やべえ！ま、なんも言えねえ。ドームシティアタック。花ちゃん10体すべて。さあ、花ちゃん10体すべてです。さあ、飛び出していきたい。条件戦やからな。なんか握りたいよね。フラワー来い。おー、ダイレクトか。スターとかで行かれたら終わるな。ちょっと早い行こう。これスターでさ、花ちゃんぐわー駆け抜けられたら僕は終わんねんけど。やべ！捨てないでー！マジかよー。やべ、あいつが花ちゃん10匹食った時点で負けやぞ。みんなやばい、これ。SOS や。あ、マリオなんか後ろおるし。なんで？マリオ、お前、俺を投げ飛ばしといて後ろおんのかよ。あぶねん。お前、同じ目に合わせたろ。お前がやったことはな、そういうことなんだよ。そういうことなんだよ。当たり前じゃ。あんたがやったことだ、それは。はい、残念。その程度でひるまんぜ。オッケー、よし、うわ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 。やばい、投げられる。よし、よし、来い。キノコか。まあ、いいでしょう。はなちゃん、じゃなくてヨッシーなんてきついな、でも。ヨッシーなんて厳しい。ヨッシー来い。キノコとヨッシーセット、オッケー。ただ、前のやつが条件達成しそうだな。オッケーオッケーオッケー。こう。いや、なんもなしでみんな次のギミックいってんもんね、これ。急ごう。条件達成しましたっていうの、やばいからね。てんてけ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 、やっほー。お、ヨッシー。大丈夫か。条件達成！やばい！駆けつけろ！うわぁ！グラスランド 1-2。さあ、グラスランド。これまあ、バネなくてもいけるからね。一応踏むか。いや、まあ、そうなるよな。まあ、それ食らうと思いましたわ。まあ、仕方がね。使命だ。序盤はいつもあれだ、俺は。サグラスランドを駆け抜けたのか、みんな。どうだ？いや、マジなんもねえじゃん。なんかやってくれ。え？なんもねえじゃん。え？なんもなし？なにこれ？あ、ゴール来い。ピースイッチか。裏グー使ってきよった。あぶね。落ちるとこやった。ザ・ボスバトル 2J。 ボスバトル 2J 何を意味するのか。いや、なんか出した方がいいやろ。フラワー、みんな出さずに落ちてったぞ。鍵出た。オッケー。あー、クッパジュニアか。クッジュニか。クッジュニアきついっすね。よいしょ。さあ、ラストチャンス。ゴリ押す、ゴリ押す。で、ヒップで、のけぞって、フラワーあるな。フラワー取れるけど、ブンブンが怖いな。ちょっと伏せとこうか。3回目がチャンスやからね。いや、フラワー取る。次、クッパおんの見えてるから、ここ慌てる必要がないっすね。うん。慌てるとそういうことになる。いやー、上のハンマーブロスではないのか。よいしょ。来い。マジか。俺来い。僕じゃないんか。よいしょ。まだまだあるぞ、まだあるぞ。オンオフやぞ。あ。終わったー。お疲れ様でしたー。オン押しとかなあかんかったんや。
お疲れ様でしたよな。か、みんなでやり直しするか、平等に。もう一回バトルいく？オッケー、もう一回行きましょう。さあ行こう。まあそこ押しとかなあかんってことよな。あのまま200秒待つのは愚かやから、まあ、先舞台送り込もう。これいくら遅くてもいいし、そこ当たりは危ないよ。そう、それ鍵取ってもらって、よいしょ、フラワーもらうわ。フラワーもらう。で、トン。オッケーオッケー。一回やってるからね。あそこでみんなでやり直しませんかって言って、了承してくれるから、この人たち俺は好きよ。うん。たまにね、頑固としてね、ほんまに、行かないやつおるんで、みんなでやり直ししてくれへん人おるからさ。やってくれたら俺それでありがたいよ。危ない。うん、まあ慌てる必要ないからね。高い回数、多分俺やな。あ、俺じゃない。どうぞ。はい、行きます。さあ、ラストクッパで、先にオンオフ押すか、オフにしとかなあかんのよな。とりあえず逆サイド行って、あれ、どうやって押そうかな。どうやってオンオフ押すかなんだよな。よいしょ。押せた！オッケー！押せた！オッケー！押せましたね。ルイージありがとうやな、これは。ありがとう。バウザーズ・ウルティメイト・キャソー。アルティメットやな、これは完全に。アルティメットバトル。スタート！あ、なんでみんな入らない？あー、これ押したら取られるから押しません。押しちゃったー。しかも気絶。よいしょ。キノコ。多分鍵でも取らなあかんのちゃうかなーと思うんだけどな。ルイージ鍵取ってんな。早いな、あいつ。フラワーもいいわ。中間どこにあったんだ？中間かなり遠いとこにあるな、これ。うわ、こういう形式。うわ、あいつクッパジュニア戦っとる。やべえ、慌てろ。頼む、間に合ってくれ。ここか、まだ間に合うな。クッパジュニア、クッパジュニア頑張れ、頑張れ。うわ、行かれた。ヒューの予感。ヒューはやめて。クッパ追ってくれ。いや、あいつルイージ早い。よいしょ。来た。俺や。よし、いける。よし、甘いよ、これ。あ、食らうか、ここで。走るしかなくなるじゃん。あ、ルイージもこれ、振られたんか。うわ、これ、ルイージ勝ちよるわ。振られて落ちたんだ、ルイージ。マジか。気がつかなかった。左。じゃあ、右か。よいしょ。気がつかなかった。頼む、クッパ粘り込んで。クッパ頑張れ。クッパ頑張れ。クッパ頑張って。ファイヤー。あ、ファイヤー取られちゃった。復活して。そろそろクッパの耐久値が持たない。クッパのライフはもうゼロ。鍵出なかった。謎。は？隠し鍵か、結局。お、クッパ復活してる。これ倒せばいけるか。ダメだ、間に合わねえ。アルティメットバトルスタート。簡単なコース。うわー、ダイレクトゴールだ。飛び出すわ、今だ。いけ、よっしゃー。ラ・ベイントゥ・イン・ガラビオ、ゼロ。
水中コースだな。しかもこれオンオフ押したりとかあれ損するやつや。はははは。なんじゃこれ。マグマ上がってきてる、急げ。あ、それじゃ上がらないのか。お疲れ様でしたか。ありがとう。感謝感激。抜け出した。キンコン。あ、誰か押して。キンコン。キンコン。下だな、これ。お、いた。あ、下や、これ。迷路になってる。あ、さだまさしになってたけど、BGM に気づかなかった。あの、オルゴール式だから。抜かしていく。誰かもう一回押せ。来た。もう一回。オッケー。自力突破。いや、あとはあいつら次第やな。あいつらが自分たちの自分勝手で押してくれればいける。よし、もう一回。次押してくれれば、勝ち確定。オッケー。ありがとう、言うとこ。これはありがとうやわ、さすがに。クーパーミュージアム。クーパーミュージアム。あ、これ上行ったらダイレクトでゴールやな、これ。マリアも考えてるか？同じこと。みんなで考えるか？行ってもうた！やらかしたぞ！やべえ、マリオ、これゴールだ！ダメだ！もうミュージアムどころじゃねえよ。何がミュージアムだ。ミュージアム要素なしだ。マリオ帰ってきた。あ、鍵折れた。あ、終わった。あ、鍵いらんのか。折れる鍵なんだ、あれは。ドッキリだから。ボムがいるんだ、ボム。あれ？積んだな。マリオもあれやもんな。全然あかんかったし。みんなでやり直しやな。あ、みんなでやり直しや。マリオがね、ゴールしたと思ってたけど、上は全然閉じ込められとったみたい。ナイス。じゃあ、ゆっくり行った方が得ってことだね。ここで事故るから。マリオ、また行った。よいしょ。よし、出た、出た。危ない、危ない、危ない。危ないよ。まあちょっとぐらい手こずるやろ。これ無敵で貫通できるはずやから。マリオも手こずるっしょ。マリオゴール？マジで悔しいねんけど。0時3。まあ赤コインのマークあるが、うわーこれ入ったらゴールとかありえるな。まあ、ねえか。いきます。やべ。やべえ。ルイージ貫通入ったな。マジっすか。キノピコこそ、うわっ、うわー、マジルイージうまない、かいくぐるのが。天才級やな、あいつ。やべえわ、あいつにはかなわねえ。おお、なんかある。うわー、これか。よいしょ。いやー、ごめん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 。ちょっと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 、落ちる落ちる。来た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 。オッケーオッケー。あ、みんなでやり直しませんか。甲羅か。うわー、完成させてしまった。階段を、階段を完成させてしまったよ、俺は。やべえ、次行った人がもうウルトラお得チャンスビームや。まあいいや、ここやられて、次のターンにかけよう。あー、ルイージ行くか。あの、噛み合わせなあかんからね、あの、青いブロックを。青いブロックが復活してくれないといけない。よし、噛み合っていく。これワンチャン俺勝ちまであるな。あー、ここ慌てたらあかんな。ここ慌っちゃいかん。ここ慌っちゃいかん。もう、どうせだってここで、あいつらがゴールしたら負けですから、俺の勝ち筋は慌てないこと。それ、そのわずかな勝ち筋。10% を狙ってね、行きますよ。
トン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 で乗る。あいつらも、あ、なんかやってる。お、来た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 ー、ありがとう、道を完成させてくれたのかね君は。難しいよ、難しいな。あー、まずダイレクトであれ取らなあかんのか。取ります。取れないのであればせめて靴よこせ。うん、せめて靴をよこしなさい。やばい、あー、脱げるんかこれ。お、来た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 、来ましたね来ましたね来ましたね、よいしょ、オッケー。クリーンバウザーズキャソー、ノコノコ15体以上。ノコノコはこれか、おりますね。まずなんか物品か、まず物品やな。さあ物品、みんなの分を。あ、ノコノコ上から降ってきてんな。うわうわ、マジか、羽失ったみたいな。よし、マグマは、まさか滑走しなければならないのか。やり直した。うん、え、あそこ走れたとかある？多分マントなんて無理なんじゃない。 OK、 マントなんて多分無理だ。マントで飛び跳ね、あー、やばい、いけるこれ、ちょっと見てみよう。無理じゃん、やっぱマントいるじゃん。やばい、条件達成される前にマント整えよう、みんなで。でもマリオは多分分かってないから、マントで飛ばなあかんっていうの。俺はもう分かったけど、ここで慎重に行くわ。うわ、何やこれ。もうここから飛んでいくわ、もう。ぴょーん。やべえ、落ち着いていいな。うん。さあ、あとはノコノコさん探しか。加速打てるかこれ。こっから一体いけるか。ぴょーん。あ、これゴールか。ゴールだ。わあ。みんな出待ち体制。いや、回るのはわかるけどさ。無理じゃねこれ。のこのこ足りひんくない？まあ、戻ってみるか。ノコがどこにおるかなんだよな、問題は。よいしょ。この辺におんのかな。ここの中におるんじゃない？うん、やっぱそうだ、絶対そうだと思ったぜ。で、こう、ノコがね、この辺に一匹おるはず。何？滑走しろというのか、また。走るの好きやな、この人。この作者走るの好きやな。滑走してやるよ。何？何？条件は？なんだと？条件達成しましたら報告もなしに。直接ダイレクトサイレント戦法だと。なんてことだ、パンナコッタ状態やな、これ。ウォルケーウェルト。回転ジャンパーやね。で、ノコノコ当たるから、左から構えましょう。誰かの頭を借りたいところ。オッケー。そういうのが一番ベスト。で、ちょっと待ってな。違うわ。入るわ。うん。マリオ、どっち入る？え、入らなかったあいつ。裏ゴール来い。お願いします。うわー！マリオー！ビヒーンやろ。あれ？まだあんのか。よいしょ。あれマリオじゃないや、なんでロッシーニがゴールすんの。ゴローはインストア。オッケー。すぐ終わりそうやな、多分。もうすぐそこゴール。おい、決まった。うわ、なんやこれ。うわ、ブンブンか。なんか取った方がよかったやん。いや、でも今から取りに帰るのはリスクが高いな。うん、今からやり直したらきつい。これはちょっと待っといて、いつもない、危ないから。取りに帰ったらもう大体ね、みんな早いのよ、このゲーム、思った以上に。さあ、次がチャンス。
一人でもライバルを減らしたい。え、俺？俺？来た！うわ、キノコ取ったせいで抜かされた。けど大丈夫やんな。さすがにそれで負けるわけがない。うわぁ、マリオ気絶入ればよかったのにな。またブンブンか。キノピコ間に合うな、これ。鍵今度は右か。はい、次ラストやな。よいしょ。危ない危ない。オッケー、俺や。奪われる前に。ドカン！ゴール来い！よいしょ、オッケー！ナイスナイス。コナンのシュート。一発ネタ。もうダイレクトゴールちゃう。俺なんか、先頭バッターがもうゴールしそうな予感しかせえねんけど。うわぁ！どっちや？上ちゃうか？うわうわうわルイージ！コナンのシュートがルイージに炸裂するぞ。オッケー、鍵浮いてくる。奪った。ここでもう一回ヒップ決めればいける。どこだ？あ、待てよ、ダイレクトいけるぞ。これじゃさすがに無理ちゃう。いけんのか。いったらよかった。今のピッツコメよかったな。ボスファイト。おーっと、もう鍵でダイレクトゴールか。上のあいつが鍵持ってんのがどっちだ。フラワー出そうだな。フラワー握って、どっちが鍵かだな、これ。上か下か。てか、ダイレクトゴールありそうやぞ、これ。いって、やばい。頭借りられたら負ける。やばいやばいやばい。うわー、これ頭借りてダイレクトいけ。うわー、やばい。ちょ、クッパジュニアの方が鍵は。ナイスブロック。いやー、どうする。フラワーはいらねえんだよな。フラワーはいらねえ。小型戦法でいく。まず圧かけていく。圧、よし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 。まあまあまあ、まだいける。譲るな譲るな譲るな。みんなで舞台送り込め。ヒップドロップがないからこれ上から行かれんのな。来た！よっしゃ！オッケー！ナイス！マイアド・モレヒルズ。さあ、持ち上げなし、オッケーオッケー。モグラさえ気をつければいける。よろしくお願いします。危ない。そう、モグラがね、やっぱ懸念される。うわぁ、もう右側行こう。キノコ取ってる場合じゃねえ。気絶入ったか。それを見た俺、一旦落ち着くを打ちます。落ち着きすぎたかというか、マリオに押されたな。上から行けんじゃない？オッケー、上からマリオをショートカッティング、ダイレクトジャンプ、落とす、ゴール来い。うおー、貫中かよ。いやだー、ゴールじゃないんそこ。マリオも気絶か。マリオ中間取れた？あぶ、えぇ。これは厳しいな。モグラが邪魔すぎていけなかったよ。よいしょ。みんなどっちや？はい。さあ、クイックターン入れたいが、ルイージやられたんか。モグラ、いや、ちょっとむずなってたらチャンスあるな。あとマリオがやられれば僕にもチャンスはある。やられろ。やられない。追いついてきた。おお、上のやつに刺さっただ。あいつモグラ来る。走り抜けるしかない。おお、あれれれれれ、僕の勝ちと思った。子供の一瞬、永遠にできるのは記憶だけ。星空が月を浮かべている。海は憂い揺れて、月と海が触れ合う瞬間、見つめていたい。白金の小舟に揺られ海に溶けてゆく。愛に包まれてゆく。
月のようにあなたを照らすから、そっと優しい色でずっと